香り。柔軟剤の匂いとかが好き。あんまり香水はつけないかな。香水の匂いそんなにあんまり好きじゃないかも。うん、赤は着ないの。あー、え、着ないことはないけど、あんまり持ってないから。ワインカラーの服とか持ってワンピースとか持ってる気がする。パステル系はあんまり着ない印象。あー、持ってないかも。でも着てたしたらもうそろそろってか春だよね、もう今だよね。こんな茶色とか着ちゃってる。なんか持ってたら着るけど、持ってないかな、買わないかもあんまり。うん、でも結構匂いフェチなんで、そう、柔軟剤の匂いとかする人好きかも。うん、好きな柔軟剤、奈々さんのね、柔軟剤がすごく好きで、奈々さんとゆりが同じ柔軟剤使ってて前、なんかそれと同じ、全く同じじゃなくって、それは青いやつなんだけど、それと同じシリーズの水色を使ってる私は。なんか逆になんか好きな匂いだから自分の匂いにしたくなくって、なんかもうなんだろう、好きな匂いだけど自分の匂いにしちゃったらなんかちょっとあんまり香らないじゃないですか。自分の匂いってなんかなんだろう、あんまり自分で分かんなくないですか。だから、うん、それの一個隣の匂いにしてる。そう、慣れちゃって無臭になっちゃうから。シャンプーもね、うん、ちょっと自分で好きなのを使ってます。洗濯で柔軟剤って入れるタイミング、ああ、私はなんだ、柔軟剤入れるとこと洗剤入れるところがあって、だから最初にもう入れちゃう、入れるやつなの。だからタイミングとかっていうよりなんか最初に入れてるかな。そうそう、柔軟剤用のなんか入れるところがある。手洗いもするな。あの今使ってるマスク、ピッタ使ってるんだけど、ピッタは手洗い、熱湯でファーってやった後に手洗いしてる。柔軟剤もつけてる。いい匂いさせたいから。マスクってなんかあんまりいい匂いしないじゃないですか。お洗濯好き、好き、お洗濯好きだけど、私畳むのがあんまり好きじゃないんだよ。そう、
か洗濯した後どうしようかなってなる。ハンガーかけっぱ派、そう、ハンガーにかけてるやつもあるけども、ハンガーにかけれないの、もう、うん、もう畳むしかないの、場所的に。だから、そう、だから断捨離しないといけないんだけど、うん、そう。まず服から断捨離しないといけない。てか服断捨離したら私なんかいける気がする。部屋ちょっとなんか落ち着く気がするな。うん、かわいちゃんにあげる、なんかあげる、あげない、捨てない、売らないで何かできたらいいな。そしたらもう家にあるしかなくなるんだけど、別になんか2期生今会えないし、だって別にそんなすぐ、もっと現実的な話にしないと。そんなのだっていつ会うのって感じじゃん。次じゃあ、本当になんかもらってほしい。え、でももらってほしいけど、なんだろうな、なんか、うん、イベント欲しいね、うん、あんこにお下がり、それをじゃあ何着できるのって話じゃない。うん、実家に送るかな、まあ、実家に送るか、実家に送るか、そうだよね、実家に送るかな。でも結構な量なんだよね、送料とかすごそう。こんぐらいのもの送るときっていくらぐらいかかる？こんな大きさっていくらぐらいかかる？3000円ぐらい。へえ、そっか、重さによる。全部服だと考えて、うん、そっか、女の子の服は流行りがあるから難しいよね。そうだよね、そうだよね、うんうん、そっか、3000円ぐらいか。あ、でもそんなにか、3000円で部屋が片付くとしたら、でも私そのこんぐらいに収まりきらないよ。でもそんな一部、ごく一部、多分段ボール10箱ぐらいいるかも。うん、圧縮したら服シワシワになっちゃうんだよね。
卓に売ったらめちゃくちゃ面白いね。ファンの人にもらったものをファンの人に売るってなんかめちゃくちゃ面白い。私しか得しないやつじゃんそれ。なんか面白い。サイン書いたら、うん、なるほどね。次の予定を待っているの。でも本当になんか企画っていうかできたらいいね。宅飲み配信みたいな、みんなでみんなと一緒にこうお話ししながらみたいな。みんなもお外じゃなくて家で楽しめるから。ちょっと聞いてみよう。楽しいですね。絶対楽しいよね、オンライン飲み会。手洗い事故なきし、わかんない、本当にわかんない、本当にわかんない。そんな一杯や二杯やでどうにかなる人じゃないので本当にわかんないです。テンション上がるタイプね。テンションも別に上がらないんだよね。だから普通かな。まあでも許可が出たらねやってみたいねって話なので、全然なんか久しぶりに飲みます。別に無理して飲まなくていいんですよ。そんなただそうお外とかに飲みに行きたいってなってる人は、でも一人で飲むのはって思ってる人
がいたら一緒になんかできたらいいなって思ってるだけで。ノンアルコールでいいです。もちろんです、全然全然いいよ。ジュースで賛成もありよりない。それかもしダメって言われたら、逆に私がジュースを飲んで皆さんは飲みたいのを飲んでみたいな感じでいいんじゃないかなって思う。なんか別にね、だってそんな無理して私も飲む必要ないから。私はリンゴジュース、皆さんはなんかアルコール入ってたり入ってなかったりとかね、できたらいいです。週末とかねやりたいな。確かに乾杯は何でもできるから、お水でも、だって実際ね、食べに行ったり飲みに行ったりしてもみんな好きなのを飲んでるじゃないですか。そのね、ウーロン茶の人もいればお水の人もいれば好きなのを飲んでるじゃないですか、みんな。まあでもどっちにしろやるんで、いつか楽しみにしててください。だってリンゴジュースは別に怒られないでしょ。リンゴジュースはそんなね、怒られないでしょ。ワクワクしてきたね。ワクワクしてきたね。どっちみち楽しそうだよね。どっちみち楽しいよね、絶対。今日私寝れない気がする。そう、寝ちゃったから夕方にちょっと目がパッチリ今ね9時とかの気分。今からボーナスタイム、ベッドタイムじゃん。何時間ぐらい寝、でも3時間ぐらい寝てたかな。そう、うちの家系で腰が強くないんですよ、で家族 LINE に言ったの、やばい腰やっちゃったって言ったら、お姉ちゃんにウケるって言われて終わった。本当になんか、あ、これマジでやばいかもってなって
とりあえずちょっとお布団まで頑張ろうって、こうやってお布団まで頑張って、あーってなってもさ、寝転んでも痛いじゃん普通に。なんかさ、そう、寝転んだから良くなるわけでもなく、なんか、そう、横になって痛いよはーってずっと言ってたの、一人でずっと言ってたの、なんか誰もいないけど、ずっと「はあ痛い、どうしよう痛い、動けない」ってずっと言ってて、本当に口に出して、なんかで、私このままもしなんだ、でもそれはなんかスクランブルエッグを食べたすぐ後だったの、食器洗っていろいろしてるときした後だったから、食器も洗ったしご飯食べてるから別に、しかも今日も別にショールームまでその後予定はなかったから、なんかこれは別に最悪今日動けなくても何も支障はないから、なんかとりあえず安静にしようと思って、これがもしこの後お仕事とかだったらもうちょっと、あ、ちょっと救急車呼ぼうかなみたいな感じになるかもしれないけど、なんか、もう七並びやって COD やってみたいな感じ、ショールームやってみたいな感じだから、なんか最悪立てなかったら、ちょっと寝転んでショールームとか考えてたら寝ちゃって そう、で寝ちゃってパッて起きたら8時とかだった。そう、寝たらね治った そうだね、でもなんか一人暮らしってそういう時に誰も助けてくれないからすごい不便だなって思います。一回私大学でやっちゃったことがあって、ピッて動けなくなっちゃって、サックス持ったまま動けなくなっちゃって、階段サックス持って登りながらしていたら、あーってなっちゃって、どうしようってなって、とりあえず携帯のところまでちょっと頑張って、携帯で友達呼んで、ちょっと来てくれないかなーって言って来てもらって、なんか一緒に病院ついてきてもらったんですけど、人がいるとねどうにかなるんですけどね。腰は大事ですね。大事だよね。本当に。中腰ぐらい、なんかね、もともとなの、そんな、なんか何が悪いとかじゃなくって、家族で私以外みんなヘルニアなんですよ。なので、なんか、なんだろうな、マッサージとかの問題じゃないんだよね。多分腰弱い人はね、分かると思う。なんか遺伝もあるんだよね。そう。お父さんは違うのかな。お父さんは違った気がする。そう、遺伝するんだって、ヘルニアって。
はね、私もだからその時に、あ、私もかもと思って言ったの。うち家族みんなヘルニアなんですけどって言ったら、ヘルニアではないですよって言われたから、私は違うみたい。でもなんか完治したっていうより、まだちょっとなんかもどかしい感じがするから、ちょっと明日明後日ぐらいちょっと気をつけます。これなんかいきなり走ったら多分またなっちゃう気がする。いきなり走ることないんですけど、そう突然来るんだよね。肩こりやすい。そう、今の時期でよかった。気をつけます。でも別になんかなんちゃらしたらいいよとかあるけど、なんだろう、別にそういう問題じゃないので大丈夫です。ありがとう。普通にストレッチとか毎日してるし、寝る前に。最初に痛めたのは小学生の時かな。小学校の時に一回、小学校の時に、あ、私は腰が強くないんだって分かった。そう、だからもう遺伝なんだよね。別になんか姿勢が悪いとかもあるかもしれないけど、なんかそう、何が悪いとか何したらいいよっていうより、本当だ、今日も1万5000人ありがとうございます。心配になっちゃう、歌心よね。まあそんな話したら心配しないでって言っても心配しちゃいますよね。まあでもそこはなんか自分でなんとかできるから、もっと心配してほしいところはなんだろうな。今心配してほしいことなんだろうな。でも別に睡眠も最近取れてるし、なんだろうな、肌もいいし、肌ツヤもいいし、涙袋もあるし、寝れてるから。そうだね、握手会ね。ちょっと業務連絡中。
あ、仕事モードの可愛いな。そう、なんかちょっと聞いてる今何事も早い方がいいのでもう聞いてる。まあでも全然できなかったら全然リンゴジュースでやります。テレワークだな確かにテレワークだね。コーラでもいい、もちろんコーラでもいいですよ。なんでもいいですよ。山口のお酒で乾杯します。あ、獺祭？獺祭ね、私ね、何気に飲んだことないんですよ。うん。獺祭。いいね、獺祭飲むのいいな。こう、山口の宣伝にもなるし。広島のお酒、地酒とか、ね。で、乾杯とか。獺祭は甘いの？へー。そうなんだ。でも私あんまり日本酒とか飲んだことないんだよね。とても飲みやすい日本酒です。へえ、そうなんだ。あれ山口な、そうなんです。あれ獺祭は山口のやつなんですよ。奈々ちゃんが好きなファジーネーブル、奈々さんはファジーネーブルが好きなの初めて聞いた。へえ、口当たりがいいです。へえ、そうなんだ。うーん、日本酒をね、好きとも嫌いとも言うほど飲んだことがないので、わかんない。どうなんだろうね。ファジーネーブル今飲んで、かわいい、かわいい。うーん、確かにな。なんか普通に、なんだろう、缶のやつとかじゃなくって、なんか瀬戸内のお酒を飲もうみたいなの楽しそう。なんか一石二鳥じゃないですか。みんなで楽しめるし、瀬戸内のことも知れちゃうみたいな。獺祭以外になんか瀬戸内のお酒でこれすごく有名だしいいよみたいなのありますか？何県のなんちゃらみたいな感じで教えてほしい。何県のこのお酒みたいな。徳島のすだち酒。へえ、兵庫の奥薩摩、奥薩摩、広島の竹鶴。あー、へー、なるほどね。播磨か。あ、瀬戸内レモンね。確かに。へー、広島県のブドウワイン。へー、西条のお酒、白ボタンとか。なるほどね。でもなんかお酒ってすごい今も見たけどなんか難しい漢字いっぱいあって、私あんまり読めないんだよね。
塩でやらない。だからそう、私は一人ではやらないから、誘ってくれたらやります。こんな弱っちいやつですが、そう、誘ってくれる友達がいたらやります。弱っちいけど楽しいので。週末雨か。そう、ママにも言われた。だから今日洗濯しときなって連絡が来た。友達優しいね。優しい、こんなに弱いけど誘ってくれる。優しい、お友達になりって。じゃあまずはお友達からまずはお友達からよろしくお願いします。あ、同じく選択した、えらい。誘って誘って誘って。そうなんだ、天気荒れるんだ。うーん、みんなもね気をつけてちゃんとお家で過ごそうね。私は基本的に何もしないけど最後まで生き残る人です。なんか私は撃たないけど逃げ回るけど、私が死んでも助けてくれるんですよ、友達が強いから。助けてもらってるうちに危険を冒して助けに来てくれるから、それで友達が倒れちゃって、あの私だけ最後生き残るみたいな感じなんかそう、私はまだよくわかんないから友達が倒れても助けに行けないんですよ。はい、1万6千人が盾になるんです。え、それはすごく頼もしい。じゃあ私は絶対それは生き延びるな。いい友達、そう、いい友達です。俺も助ける、ありがとうありがとうなんか人生生きてきてあんまり守られることってないからちょっと嬉しいよね守るとか言われたら、今も皆さんに言われてなんかちょっと嬉しい。あんまりそう命をかけて守ることはないですよね。ありがとう、守ってください。でも今はみんな自分の身を守って、本当に本当に守って、うん、守ってください。守られたいキャラの、女の子はみんな守られたいと思うよ。こっそり守ってやるよ。ありがとう、やった。じゃあ何でもしちゃおう。13位、石秀さん、由美子大好き。昨日つぶやいてかな、これ昨日つぶやいて、今朝かな、運命運命、ありがとうございます。12位、おいでまち元気さん、女神今日もまったり配信ありがとう、好きだよ、ありがとうございます。11位、水さん1周年おめでとう、船では楽しい思い出がいっぱいです、いっぱいです、ありがとう、もういっぱい思い出作っていこうね。10位、トリダーさん、ありがとうございます。9位、ナオさん、一緒にアメデシー、ありがとうデシー。初日見た涙の夢時間思い出した、泣きそう、あー面白い面白いそんなこともあったな、ありがとうございます。8位、としきさん、船一緒におめでとう、いつか絶対乗船したい、ぜひ乗船お待ちしてます、ありがとうございます。7位、ひっとみさん、ありがとうございます、ありがとう。これ今ね、そう、耳つけてるの今全然見えないよね、さっきコメントでも来てたけど。6位、スランプくんさん、一緒におめでとう、早く僕恋公演みたいな、見てください、お待ちしてます、ありがとう。これ焼き印度さん、船祝1周年ゴゴリバも歌みたい、ゴゴリバね、ゴゴリバ見たいよね、やりたいです、ありがとうございます。ユイ、ハシケンさん、 ST48 号就校1周年おめでとう、初挑戦は内覧会、あー内覧会夏いな、ありがとう、またお待ちしてます、瀬戸内で船でお待ちしてます、
ありがとうございます。サインコーラさん、1年前はユミリンもST48後も夢の中での存在でした。今はねすごく現実的な存在になりましたね。あとお待ちしてます、ありがとうございます。2位がヤグペコさん、ありがとうございます。元気。さあ1位がトモヤさん、 ST48 号1周年おめでとう、ありがとうです。トモヤさんどうもありがとうございました。はい、1周年ということでまだまだこれからなんですけど ST48 号、いろんな思い出作っていきましょう、この船でね。なかなか今は乗れないですが、こうやって1年間経って無事経ってね、懐かしいな。もうね、初めての公演のあと涙が止まらなかった、私はすごく嬉しい、嬉し懐かしい、嬉し懐かしい。まあそうですね、これからも私たちは瀬戸内で船で皆さんのことをお待ちしてます。今はまだなかなかねこう行ける状況でもないし、私たちも待ってる状況ではないのでなかなか船で公演はできませんが、ね、すごく綺麗な大きな船なので素敵な公演もたくさんやらせていただいてるし、はい、なのでまたいつでも皆さんが来れる準備を私たちはしときたいと思います。ぜひまた落ち着いたら絶対絶対瀬戸内で会おうな、会おうな。その頃には5枚目シングルもなんかサプライズとかでさなんか披露できたらいいね、なんかアンコール後とかにできたらいいね。はい、それでは皆さん今日も最後までありがとうございました。明日も一日頑張りユミリン、おやすみなさい。今日家にいてくれた人ありがとう、お仕事だった人お疲れ様、おやすみなさい。